何千とある世界のクラブチームの頂点へ、クラブインターナショナルカップ、いよいよです。幾重の困難を乗り越え、今日この地に降り立った両チーム。サッカーを生業にする者、この舞台を夢見て精進する者たち、一体何人いるんでしょうか。選手たちの視線の先にはクラブナンバーワンの称号、聖杯が飾られています。世界の何千万、いや何億人かの人々がこの瞬間を共にします。このカップを頭上に掲げるチームはどっちなのか。さあ、素晴らしいゲームを見せてくれることでしょう。クラブインターナショナルカップ、上が吹かれファイナルのスタートです。クラブインターナショナルカップ、イベントスタイアルティプラーノブナ、もちろん緊張感が一番あると思うんですが、はい、やはり守備の意識っていうのは高くはなってきますよね、うん、取られない、取られたら取ることが難しくなるっていう意識は決勝戦は少し高くなると思いますからね。なるほど、チャンスだ。ウィクロス、シュート。サイドを縦に走らせます。サイドのスペースを使いますが通りませんでした。スペースへ、マルキージオ、ボールを下げてリズムを作るか。アレックス・サンドロ、ストゥラーロ、さあイグワイン、ゴドラ、柔らかいボール、柳、ニムラ、長いボール縦へ、ここはカットします。マルキージオ、ボヌッチ、クワドラ、アルティプラーノブナ、ここでファールがありました。おー、頭できた。柔らかいボールなんですけれどもね、答えることができません。まあ、リクロスの形なんで後ろからボールが来るんですよね。ただそれによってもうまく体勢を整えて回転しながら待ってた、見事なプレーですよね。そうですね。アレックス・サンドロ、ダニエル・ルガーニ、普段としては非常にいいと思いますよ。相手が前がかりになっているところを逆にうまく利用してますよね。ストゥラーロ、アレックス・サンドロ、マルキージオ、ギャニッチ、このボールはイグアインへ、
長いボールを送ります。瀬川、柳、組み立てながら攻め上がっていく。縦へのボール、ボールを上げる、流れを止めます。クワドラ、ヤリッチ、クワドラ、イグアイン、ニムラ、ボヌッチ、これはファールです。レフリーの答えはイエローカード。どうだ、シュート来た来た、先制、優勝へ大きく近づくゴールが決まりました。アルティプラーノブナン、力強いシュート、ゴールへと突き刺さりました。いや、振り抜きましたね。これ本人も気持ちよかったでしょうね。さあ、アルティプラーノブナ、貴重な先制点を奪いました。ワドラードからのスルーパスをカットしました。アーチのようなパス、どうだ、シュート、決まった、素晴らしいゴールでしたね。アルティプラーノブナン、立て続けにゴールを決めてきます。今のゴールなんですが、中盤で奪ってという攻撃ですよね。いかがでしたか。いや、チーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、手本になるような見事なカウンターアタックですよね。さあ、アルティプラーノブナン、さらに1点を追加し2対0としています。普段としては立て続けですからね、持ってきてると言えるんじゃないでしょうかね。スルーパスを出す、このボールをカットします。一旦キーパーに戻します。デミナ、シュトゥラーロ、マルキージオ、クワドラ、味方を走らせる、裏に味方を走らせると呼んでいた。もう一つ前に行きたい、スペース出ましたね。吉川、スペースへ出す、絶好の位置で受ける、いやー、追加点、連続ゴール、アルティプラーノブナン、キーパーとの駆け引き、見事勝利し得た1点です。そうですね、難しいプレーよりもこういった1対1のシーンを確実に決めることができるプレーヤーこそワールドクラスだと僕は思うんですよね。決めて当たり前の状況こそ相手キーパーがなぜか大きく見えるんですよね。まさにプレッシャーに負けない強靭なメンタルで押し込んだ1点ですよね。今日2点目のゴールです。さあ、アルティプラーノブナ、3対0と圧倒的な強さを見せつけるゲーム運びに今日はなりました。いや、こうやって追加点が決まることは全体的にチームが乗ってきていると言ってもいいんじゃないでしょうかね。非常に意味のあるゴールと言えるんじゃないでしょうかね。枠に当たる、こ
ここでのパスは危ない。ダニエレ・ルガーニ、ストゥラーロ、アレックス・サンドロ、ギャリッチ、デミナ、ボヌッチ、大きく縦へスルーパス、どうだ、ギャニッチ、ダニエル・ルガーニ、デミナ、スルーパスを出す、おいい形ですよ、ストゥラーロ、チャンスですよ、シュート、ユベントス、これはディフェンス陣が焦った形になりました。しかし惜しいシーンです。いい位置でフリーでしたからね、ここは決めておきたかったところでしたよね。ここは競り勝ちます。瀬川、裏を狙っていきます。さあカウンタースピードを上げたいところ、ここはクリアでピンチを出します。ここでファールをもらいます。ユベントス、もう40分です。ボヌッチ、さあシュートレンジだ、さあつながるか、セーナー、クルズボールになる、ゲット、ユベントス、ユベントス、このゴールであと2点です。ヤニッチ、一度キーパーが触れたボールをゴールに押し込みました。いやーキーパーがハンブルした後の勝利をあらかじめイメージしてきましたよね。落ち着いて流し込んだいいゴールでしたよね。さあユベントス、あと2点というところまで来ています。玉川、自分で行く、中央上がっていきます、どうだこのシュート、守護神触る、一旦クリアで落ち着かせます。玉川、裏のスペースへフリーで受ける、インターセプト、ボールつながります、絶好の位置、クワドラ、ここで笛、己の全てをかけた決勝の舞台、あっという間の前半が終わりました。さあファイナルステージ、前半ご覧になっていかがでしたか。普段としてはしっかりリードを奪って折り返せたのは大きいですよ。今日のような決勝という緊張感の高い試合で精神的な余裕を持つことができるわけですから、普段より意味のあるリードと言えますよね。45分後、栄光と美酒に酔うチームはどちらなのか、まさに雌雄が決するその瞬間、しかと見届けたく思います。アルティプラーノブナ、前半終わって3対1リードして折り返します。では後半見ていきましょう。抜けてきましたよ、裏へ届くか、シュート、来た、追加点、アルティプラーノブナ3点のリード、ダメ押しゴールになるのか。ただいまの得点、中盤で奪ってからの攻撃、どうご覧になりますか。いやチーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、お手本になるような見事なカウンターアタックでしたよね。当然ハットトリックということになります。さあアルティプラーノブナ3点リード、セーナー、ダニエル・ルガーニ、
ヤリッチ、ここは競り勝ちます。玉川、ここでファウルがありました。ロングボールを入れてきます。ボヌッチ、レミナ、マルキージオ、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。瀬川、柳、玉川、パスでつないで攻め込んでいきます。アルティプラーノブナ、入りましたよ。ミドル、これは精度を変えたシュートになりました。もう切り打ってきましたね。距離ありましたけども、相手がボールを受ける前の構え方について相手と自分を一定の距離に保ってますよね。そうですね、確かにそんな気はしていたんですけれども、普通はどんどん寄せていきますよね。ですので今一つその意図が把握しきれず、ちょっと疑問に思っていたんです。こういった距離を空けることで、はい、自分の背後のスペースに出されないようにケアしてるんですよね。特にフライスルーパス対策などで非常に有効的な守り方ですよね、はい、なるほど、相手に回り込ませないための感覚だったんですね。そうですね、足が遅いディフェンダーなんかはこういった守り方を好んでやってますよね、はい、まあ、自分の短所をカバーする守り方というところでもあるんでしょうか。そうですね。奪い返します。イグアイ、この柔らかいパス、わあ早い、スルーパス、クワドラ縦に仕掛けます。シュトゥラーロ、ここは読んでいました。長いボールを送ります。長いボール縦へ、玉川、先ほどから厳しい寄せになっています。今日はシュートも打ってますし、ハットトリックもありましたからね。そう考えるとマークつくのは当然でしょうね。チャンスですよ。スルーパスを出す、来た、来た、シュート、追加点、アルティプラーノブナン、さらにさらに点差を離していきます。今のシュート前のワンタッチ、あれで勝負あったという感じでしたよね。そうですね、シュートからゴールまでしっかりイメージした状態でトラップできていたことが、このゴールにつながったと思いますね、なるほど。さあ、アルティプラーノブナ、圧倒的な強さを見せています。シュート、ヘビラ、大きく縦へのアーチ、さあ縦に仕掛けたボール、しかしこれは通りません。さあ右サイドから上がっていく、北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。ブナンとしては無理して人数をかけなくてもいい状況ですよね。今は守備に集中して隙があったらゴールを狙っていくスタンスでいいと思いますけどね。もう一度スローインです。縦にボールを送りましたが、これはタイミング合いませんでした。つながるか、フラッグは上がっていません。二村、ここで前を向けるか、危ないシーンでしたが、ここはクリアの対応。
裏へのスルーパス、味方を走らせる。どうだ、あ、ダメだ、いや、追加点。アルティプラーノブナン、さらに突き放します。クロスから頭で合わせ、決まりました。いいシュートでしたね。焦らず落ち着いてしっかり頭で決めてきましたからね。これで今日4本目です。さあ、これで交代枠を全て使い切ります、ユベントス。さあ、アルティプラーノブナン、ゲームの主導権を完全に手中に収めています。ブナンとしてはこう立て続けですと勢いがありますよね。相手チームもメンタル面でダメージ食らったんじゃないでしょうかね。でシルベスチャンス、縦へのボール、このボールに触ります。さあ、右へ預けて、パス一本で裏という選択肢もありますね。スルーパスを出す、いい展開ですね。どうだ、シュート来た、追加点。アルティプラーノブナン、全く手を緩めません。いやー、ドンピシャなタイミングでスペースを生かしましたね。いや、パスの受け方、もらう位置、タイミング、シュート、今のはどれを取っても申し分ないですよね。相手キーパーの位置をしっかり把握して落ち着いて流し込んだ、いいゴールだったんじゃないでしょうかね。これがなんと今日5点目。いや、こうやって追加点が決まることは全体的にチームが乗ってきていると言ってもいいんじゃないでしょうかね。非常に意味のあるゴールと言えるんじゃないでしょうかね。ドリブルですね。緩いボール、一気に前線にボールを送る。ここは競り勝ちます。サイドを使う、サイドのスペースを使います。このボールがつながります。ボールが上がる、決まった、追加点。アルティプラーノブナン、どこまで点差を広げるんでしょうか。ブナンとしては立て続けですからね、乗ってきてると言えるんじゃないでしょうかね。長いボール縦へ、ここは競り勝ちます。スペースへ出す、カウンターを仕掛けます。裏のスペースへ、もういい形ですよ。チャンス来た、どうだ、頭決めた。アルティプラーノブナン、容赦ない一発。クロスは頭で流し込んだ、焦らずにね、落ち着いたヘディングシュートで見事なゴールだったと思いますよ。普段としてはこう立て続けですと勢いがありますよね。相手チームもメンタル面でダメージ食らったんじゃないでしょうかね。試合も終盤に入り、残り時間もあまりなくなってきました。このままいきますと優勝となります、アルティプラーノブナン。さあ、カウンターのチャンスになります。ふわっとしたボール、コーナーキックのチャンスになります。相手は高さありますからね、足元を入れていくのも一つですよね。高い守備陣、ヘッドで崩すのは難しいか。危ないところでしたが、なんとか切り抜けます。シュート追加点。アルティプラーノブナン、今日は止まりません。コーナーキックから頭でしっかり合わせてきました。
いいシュートでしたね。焦らず落ち着いて頭で決めてきましたからね。いや、こうやって追加点が決まることは全体的にチームが乗ってきていると言ってもいいんじゃないでしょうかね。非常に意味のあるゴールと言えるんじゃないでしょうかね。ここは競り勝ちます。ダニエル・ルガーニ、柔らかいボール、裏を狙っていきます。このパスが抜ける、抜けた、勝負のシーン、ポストに当たる、シュトゥラーロ、長いボールを送ります。マンジュキッチ、ここはファールを取られます。幸運の注意に終わりました。チャレンジはしません。後ろに流す、アレックス・サンドロ、シュトゥラーロ、さあ時間がないところ、フリーキックに変わります。これは狙える距離でしょう。もう最後ですからね、集中したいですね。柳、吉川、ユベントスはここでファウルがありました。攻め上がっていきます。アレックス・サンドル、どこを使う、ここで笛です。クラブインターナショナルカップ発射決定。世界の全てのクラブチームの頂点に立った瞬間です。しかしここで敗者にも惜しみなく拍手を送りましょう。晴れ晴れとした表情、誇りにあふれるというこの表情、サッカーの素晴らしさ、フットボールの素晴らしさ、世界が体験しました。高々とカップが掲げられます。この歴史的優勝の瞬間、この感動を忘れぬうちにまた素晴らしい戦いを期待しつつのお別れです。実況はジョン・カビラでした。またお会いしましょう。
you